どうもフランチェスカです。皆さん明日は何の日かご存知でしょうか？明日2月の14日はバレンタインデーですよね。多分動画をいつも見てくださってる方はね、うすうす気づいてるんじゃないかなと思うんですけど、私あまりこう料理とかお菓子作りをする女の子らしいタイプではないんですよね。どっちかというといつも出てくれてるイタチさんの方がね、そういうの得意なんじゃないかなと思うぐらい、私は全く普段からしないタイプなんですけども、バレンタインのシーズンぐらいはね、1年に1回ぐらいはなんかやりたいなっていう気持ちもなくはないので、今年もバレンタイン的な企画やっていきたいと思います。でですね、去年はね、確かポモポモプリンのクッキーを作ったんですよ、確か。で、可愛くできた、キモ可愛くできたみたいな感じだったんですけど、今年もですね、プリン作っていきたいと思います。でも今年作るプリンはポモポモのプリンじゃなくて、美味しい普通のプリンでございます。ちょっと前にね、私の好きな YouTuber さんがね、作ってた動画でプルプルの美味しいプリンの作り方みたいなことやってたんですよね。それが美味しそうだなぁと思ってて、それを一緒にイタチさんも見てたんですけど、イタチさんプリンめちゃくちゃ好きなんですよ。だからもうちょうどいいじゃん、プリン作っちゃえば的な考えに至りまして、美味しいプルプルのプリン作っていきたいと思います。もちろん私一人で作りまして、後から完成してからイタチさんに食べてもらって、感想を聞くまでが遠足的な感じで、食べてくれるところまで、感想を言ってくれるところまで撮っていきたいと思います。では行きましょう。それでは作っていきたいと思います。準備したものが牛乳と卵、砂糖、寒天パウダーと練乳を準備しました。結構大きいサイズを作ろうと思ってるので、砂糖の量がえげつないことになっているなと思いつつ作っていきたいと思います。じゃあまずはあのプリンの上の方に乗ってるカラメルの茶色い部分を作っていきたいと思います。全然知識がないんだけど、とりあえずフライパンに水とか入れて、で砂糖を 50g 入れます。この量がすごい。てか 50g って多すぎん？こんなもんな。煮えてます。沸騰させて水分を飛ばして、残った甘みというか砂糖の茶色い焦げたような部分がカラメルソースになるそうです。でね、私思ったんですよ、このカラメルソースはいいんだけど、水分と砂糖だけではね、絶対固まらないでしょうと私は予想したので、ここで寒天をちょっと入れてみたいと思います。でも寒天って入れすぎるとカチカチになっちゃうので、ちょっとだけ入れてみます。ちょっとだけ。すごいなんかネバネバしてきた。で、これこんなもんなのかな。すごいトロトロでネバネバしておる。もういいかな。なんか泡立っちゃった。大丈夫？でも何が悪かったんだろうか。とりあえず冷まして様子を見ます。でね、入れ物がちょっと決まらなかったので、大きいの作りたいから、とりあえずこれで作っていきたいと思います。茶色に見えなくはないけど、どうかな。やっぱあれかな、寒天入れたんがまずかったかな。まあとりあえずこれで一旦冷ましておきます。で次は卵の中に砂糖を入れます。で卵1個につき砂糖 40g を入れていくみたいです。これ片手で割れる人ってかっこよくない？片手で割れる人すごいと思うんだけど、できるかな。あー、危険危険危険、やめとこ。ただただ卵を潰してしまったみたいになっちゃった。よし、オッケーオッケー。で、まずは卵を混ぜまーす。で、卵1個につき 40g の砂糖なので、卵今3個入れたから 120g 砂糖入れなきゃいけないんだけど、確実に120多いなと思ったので、甘さ控えめということで 100g 準備しましたので入れます。いやもうこれでも多いって本当に合ってるのかな、不安になってきた。後で熱加えるからとりあえず適当でいきます。それに牛乳を加えます。さっきの卵1個と砂糖 40g につき牛乳比 200g らしいんで、3倍の600入れていきます。で一気に入れるんじゃなくて、ちょっとずつちょっとずつ足していくみたいです。
ここで寒天を入れます。なんで寒天かって言ったらね、その人はね寒天を使ってたんですよ。プッチンプリンみたいにプルプルにするには寒天なんだって。てかプッチンプリンの原材料がゼラチンじゃなくて寒天らしいから寒天にしました。火にかけます。やばい、さっきさ作ったカラメルソースのやつがさ水飴みたいにカチカチになっちゃった。どうしよう、とりあえず取り出す。でこれやばカチコチになっちゃった。これどうすんの、これ水飴じゃん、これカラメルじゃないなんでレシピ通りにやったつもりだったんだけど、おかしいな。どうしよう、まあとりあえずカラメルなしでいっか。カラメルのとこそんなに好きじゃないって伊達さん言ってたし、もうこれはなしということにしよう。ちょっと、あ、練乳入れるの忘れてた。なんか練乳がプッチンプリンの原材料になってるから、練乳入れたらプッチンプリン感が出るらしいよということで練乳買ってきて。適当かな。でもね、私正直練乳はね自分はあんまり食べないしね、得意な方じゃないからわかんないんだよね、なんか良さが。どれぐらい入れたらいいんだろう。めっちゃ量多くなってきたぞ。これは超特大プリンができそうな予感。色がねプリンな気がします。とりあえずいろいろなんか熱して溶けたと思うからこれで OK で入れ物に入れていきます。でもこのまま入れたらなんかこうふつふつ感が残るらしいから、茶こしとか使った方がいいって書いてたので、この茶こしかどうかわからないけど紅茶入れるときに使うやつでいきたいと思います。大丈夫かな、ちょっと怖くなってきたぞ。いやいやいや、水分ほとんど出ないじゃん。こっちにしよう。これ大丈夫？なんかすごいもうすでになんかふつふつなんだけども。なんとか入れ終えました。いっぱいいっぱいになってちょうどいい感じかも。これ固まったらいいかもね。見てください、このわかる？このプルプル加減、まあ液体なんですけど今はまだこのプルプルな感じ、冷やしていきたいと思います。イタチさん、イタチさん、今日は何の日ですか？今日は何？仏滅？バレンタインバレンタイン、どうぞ、イタチさんのために作りました。見てください。見えんのよ、目閉じてって言われた。目開けていいよプリンって書いてプリン、手作りプリン。もう、なんでまた？プリン好きで、あ、忘れた。なんで作ってくれたんですか？いや、プリンのレシピをね、見たじゃないですか。あ、YouTube で？ちょっとやってみたいなと思って。で、バレンタインやし、日頃のイタチさんへの感謝の気持ちを込めて、でっかいに作ってみました。食べて。どうぞ。クンクンしとる。そんな怪しいもん入ってないよ。ちゃんと固まってよかった。不安だったよな。料理はあんまりしないんですよね。はい。その私が頑張ったんです。多少まずくても美味しいって食べれるのが優しいイタチさんの。昨日な、イルローザのプリン食べた食べて、いただきますどうですかプリン甘さちょっと控えめにしてみたんよな プリンちょっとカラメル抜きにしたいわ。イタチさんカラメルはもう好きじゃないよ。プリン美味しい？一味プリン聞いた。食べてない。食べてあー、カスタード。プリンなんか優しいプリン。美味しいって一言も言ってもらえなかった美味しいよ、美味しい言ってもらえなかった。慣れないことはしない方がいいですね、やっぱ。
なんでそんなこと。美味しいですよ。何？うん。もうちょっと甘さあったらもっと美味しいんだけど。砂糖もちょっと入れた方が良かったな。あと個人的には練乳入れすぎたかなって。あ、わかった。練乳の味や。